こんにちは、ドクターネックスです。本日は今日から始めるブリーチブレイブソウルズをやっていこうと思います。本日2022年10月10日からアニメブリーチ千年決戦編がスタートします。アニメをきっかけにですね、ブリーチ面白いゲームもやってみようとかね、ブリーチって今まで聞いたことしかなかったけどこれを機にやってみようとか、もしくはブレソルずっと前にやってたけどやめちゃったんだよねみたいな、アニメ面白そうだしもう一回久々にやってみようかなみたいな人たちのためにブレソルのリセマラを紹介したいと思います。ブレソルはね、7月に7周年を迎えて、まあ、初期とはかなり変わってますんで、最新のリセマラ方法をご紹介したいと思いますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。ここは同意。許可。どっちでもいい。許可。で、ここで一回、なんか開いてから、ここから、ゲームセンターは EA でいいです。で、ダウンロード151メガ。ロードの部分は飛ばしましょう。はい、まずプレイヤー名ですけれども、これ何でも構わないです。後から変更は可能です。まあ、大体の結構ね、多いのあとかね。適当に名前つけちゃいましょう。で、ストーリーとかはスキップしていきます。リセマラなんでね。楽しみたい人は、ちゃんと、初回頑張ってください。この、左上のは開けなくていいです。フィッシュボーン D。死神になるんで、通常2回、そして強攻撃。からの通常123でノーダメージで倒せます。スキップ、ホーム、次ガチャですね。このガチャなんですけども、最初期のブレソルは星4とかが出てたんですけども、今は星5が選べます。で、単純にここのキャラの性能だけで言うと、ここの中ではグリム女王が強いですが、このグリム、今はリンク要員としてもあまり使うことがないので、今転生してリンクとかを考えるとどれがいいか、そうするとですね、まあ、イチゴとかがいいかなとは思うんですけど、まあ、ここはね、自分の好きなキャラ選びましょう。ブレソルの面白いところ、自分の好きなキャラを好きに動かせるところです。なので、自分の好きなキャラをここは選択するっていうレベルで全然いいです。ここはリセマラに関係ないです。僕はアイゼン好きなんでアイゼン行きましょう。このセリフとかは後でご確認ください。で、重要なことを言わせてました。リセマラに関しては iPhone もしくは Android であることをお勧めします。プレステ4は互換性がなくて、プレステ4でしかプレイができない。プレステ4でプレスになったらそれでいいんですけどもね。で、あとは Steam もアカウントに紐づいてるために、消してもね、ダメなんですよ。なので、iPhone もしくは Android でリセマラすることをお勧めします。で、星5をタップする。ここのボスは必殺技だけで倒せます。スキップして、はい、ここまでですね。で、ここの連携に関してはまだしないです。閉じる。さあ、ここからたっぷりの 2.35GB のダウンロードです。一回また挟みましょう。はい。で、ここは映像になりますんで、ここはサクッと飛ばして大丈夫です。最新キャラの3キャラの紹介ですね。はい、ここは閉じて、
で、結構いろんなものがもらえてます、この段階で。受け取ってみましょう。これは矢印がめんどくさいんで飛ばして、ここは特にもらえないです。はい、現状270個。さらにこの指令のフリーから受け取ると485個まで増えます。さらに現状ですね、いろんな無料ガチャがあります。無料千年決戦編ガチャ、無料ブレイブソウルガチャ、初心者限定無料ブレイブソウルガチャ、そして千年決戦編ガチャ高能10連と単発がそれぞれ無料になっています。で、まずこの千年決戦編無料ガチャ、リセマラを頑張る人に向けて、誰が当たりか、一番の大当たりは山 G だと思います。力の山 G、山 G は速と技がいるんですけれども、力のこの山 G、 一番上の段の山 G ですね、これがめちゃくちゃ強いです。半端なく、あんまりブレソルで最強っていう風に言うような表現はしないんですけれども、この山 G は、火力において頭一つ抜けてます。いや、一つどころじゃなく抜けてるぐらいめちゃくちゃ強いのはこの山 G。 その他は、熱いキャラばかりですね。決して今使えるかっていうと使えないキャラもいますが、いやでもね、使って楽しいんですよ、どれもかっこいいし。なので、まあ一番は好きな自分の推しキャラが当たったらもうリセマラ終了でいいんじゃないかなと。その効率よくゲームを進めたいとか、火力持ちたい、強いキャラを作りたいっていうことであれば山 G、 もしくは、やっぱり一番上の段の、ウリュウ、技のウリュウ、技のウリュウというと、ここにも、ここ今ここの一番上にいる千年決戦編ウリュウ、これも技のウリュウで、被ってるんですけども、この最新の千年決戦編2022年バージョンのウリュウが強くて、で育成をするにも非常に継承の試練というところでゲットできるリンク強化跳躍プラス5という非常に強、貴重なキャラクターです。千年結成のキャラで跳躍アップはそれだけなはず。そうね。というわけで、ウリュウか山 G が出たら終了でいいんじゃないかなというレベルですね。もしくは自分の好きなキャラ引いてみましょう。大グレン漂流丸が完成すると俺は少し老ける。これはね、当たりですね。決して今強いかって言われるとそうではないんですが、もう10月の13日に転生といってですね、さらに強化されることが確定されているキャラです。かっこいいし。大グレン漂流丸が完成すると俺は少し老ける。これはいいと思います。第1弾だけれども当たりだと思います。で、ここのビックリマークを押すとチュートリアルを終了して5個もらえて、今ガチャを引いたんで、5個もらえて、で、ここでレベルを10上げましょうというミッションが出てくるんで、キャラ強化石はね、もうすでにもらえてるんで、この右上のこいつの7個、真ん中を7個やるとレベル10まで上がります。そうすると ここがさらに進められて、複数人合計で10上げる。あ、複数人。さあ始めようか。これでどうだ。このミッションを見てからじゃないとダメなのかな。これ10上がりましたと。はい、これで500になりました。
ムレオブレイブソウルガチャ、こいつは、ステップ10で星5確定。まあ大体当たんないと思っていいと思います。こちらの無料、初心者限定無料ブレイブソウルガチャは全ステップ星5キャラ1体確定、毎回星5が毎日手に入る。非常に美味しいですね。ここでね、6周年アイゼンとかアートイチゴとかが出たら大当たり。その挑戦受けよう。そして、宣伝決戦ガチャ、高無料単発。で、10連無料。まあ、足んないですね。さあ、ここまでね、無料が全部引き終わりました。そして、この500個の霊玉をどこに使うか。選択肢としてはスタートダッシュセレクションもしくは千年決戦編ガチャ高の10連という形になると思います。これ紹介するにはだって僕もいろいろ考えたんですけども、まあ、あと他にも、なんかいろいろ、例えばこことかもね、あ、ここも熱いな。こちらはですね、ブレソルを知らない方はなんだこのキャラはというところなんですけども、ブレソルオリジナル形態ですね。久保先生監修の、デザイン監修のオリジナル形態のケンパチ、オリジナル形態の宇野花さん。ブレソルはそういったキャラクターがもうすでにいろいろ実装されておりまして、最新のキャラでいうとオリジナル形態は、どこかなどこかなどこかな、あ、でも最新がオリジナル形態のケンパチとかですね。あとは、カカオソサエティといったような限定ガチャ。限定ガチャでシーズナルと言われるガチャなんですけどね。で、小説、11番隊隊長サラキケンパチだ。小説のキャラクターとかが実装されております。で、まあ、ケンパチとか宇野花さんが好きだったら、ここを引くのもありだと思います。で、スタートダッシュセレクションは、いいのは、6周年アイゼンとかアートイチゴ、そして7周年イチゴとか、7周年のウリュウとか、これがいいキャラだなっていうところなんですが、こちらはですね、常設キャラといって、まあ、後から手に入れやすいキャラですね。シーズナルのキャラっていうのも、後から手に入りやすい。逆に千年決戦編ガチャとかこの小説ガチャというのは限定ガチャになっていてチケット等で当てられない、もうこういうガチャを引かない限りゲットできないので、引くべきは、ここかここかになると思います。で、僕の今のおすすめであれば、10月31日まではまずこのガチャでウリュウを当てたいと思います。ウリュウが当てられたら次のガチャに進むっていう形がいいんじゃないかなと思います。お、なんか来たよ。挽回したわしはその身と刃に太陽をまとっておるものと思え。技属性の山地ですね。一体で、ここもう一回今みたいに星4かと思って星5っていうのもあります。私の瞬間は風。はい、次からは250個になるんで、まあ、リセマラーとしてはここぐらいまでかな。
あとはまあ一回ここ引いてみてもいいかも。150だから。お、すげえ、なんか来たよ、なんか来たよ。運命とはまるでチョコラテに混ぜられたリーカルのように人生を味わい深く変えるものだ。ドルドン。はい、こんなところかな。霊玉を余すことなく使って10連を 1,2,3,4 回引けるっていうところですかね。まあ例えばアイゼン好きだったら、ここで千年系千編アイゼンを引いた上でスタートアッシュガチャで6周年アイゼン当てるっていうのもいいかもしれない。ここら辺はまあ正直どれがっていうのは難しいとこなんですが、僕としては千年系千編ガチャこうを厚く引く方がいいのかなと思います。特に、イチゴ、ウリュウ、チャド、どれも、チャドはバトルに使えて、ウリュウは共闘、そしてイチゴはソロ、まあ、初心者であれば共闘でも大活躍できるっていうキャラですね。っていうところなので、そうね、初心者だったら別にその、イチゴも共闘でバンバン活躍できる超強いキャラだと思います。なので、このガチャをしっかり回すのがいいかなと。ただステップ6で確定枠があって、それ以降が確定枠がないから、まあ、ステップ6まで引いたらこっちに行くとかこっちに行くとかでもいいかもしれません。そして、リセマラを終えてからどうするか簡単にちょろっと説明すると、簡単にですね、霊玉を集めるためにはこのゲーム、レベルマックス、星5だったらレベル100、星4だったらレベル70、星3だったらレベル50まで上げると霊玉がもらえる形になります。で、簡単にレベルを上げるんだったら星4のキャラのレベル上げが非常に簡単、またレベル3とかも、あ、星3とかも同じキャラをツッツッツッ合成して、やべ、1体足んなかった、1体足んない、はい、例えばこれで限界突破を、やって強化、こうやると一番効率がいい。これで25個霊玉がもらえます。で、いやガチャそんな引けねえよっていう方のために、降臨クエストの星4、こいつをクリアすると非常に楽だと思います。確実に星4が手に入ります。で、例えば、さっきゲットした室ヶ谷くんをメインとして、で、最初1体目の200を作るのが大変なんですよ。で、例えばこんな風にして、でもレベル、例えば今10まで上げてる室ヶ谷でも簡単にクリアできるクエストがあります。こことかこことかは本当にあの誰でもできる。で、まずこちら側がいいですね。幸男の方で、いや非常にこの質がいいですね。必殺技打つまでもない、強酸で終わる。レベル10のでもこんなんなんで、これをやるとですね、いっぱい星音が手に入ります。こいつをこれ9回、
そうするといっぱい手に入ります。でこのゲットした星4のコン、心のコンを心のコンでレベルを上げる。キャラ強化で大きい方から上最後まで行って一個ずつ戻っていくと無駄がない。レベル70で35個の霊玉がもらえます。これは属性ごとによってもらえます。なので今心のコンを70まで上げました。次速のコン、速のコンを4回限界突破して石を入れて35個もらえる。これを繰り返していく。そうするとあっという間に霊玉が増えてきます。力もいますね。まあそのケンパチとかアマプ競技のアイスっていう人は別にこっあのさっきの150を引かずにここを引けばもう100個以上ゲットできてるんで、これ全部全属性あこん？全部ゲットできてそうか。心速、ああもう全部ゲットしますね。こうして今のレベルマックスの報酬をゲットして、そうすると勲章マークがつきます。勲章がマークがついてるキャラはもう合成して大丈夫です。さっきゲットしたコーンを見るといっぱいここら辺にコーンがいるんで、で室ヶ谷を作業と同じようにレベルを上げる。星5のキャラクターは限界突破しただけではレベルが100まで上がりません。どうしたらいいか。ここを強化するといいんで、まあ今一括強化というものがあるんで、一括強化で石とかも最初もらえてるんでポチッと押せば最大限の強化が終わります。そしたらレベル100まで上げられます。そうすると霊玉50個はもらえる。次に覚醒ですね。で覚醒するとまたレベルが1に戻ってしまうんで、またこうやってレベルを限界突破をしていくんですけれども、さっきコンのクエスト、ここにああ違う、ユキオのクエストだったんですけど、このコンのクエスト、このクエストをやると経験値も、強化素材もたくさん入ります。あとはここをやるとレベルがぐぐぐっと簡単に上がります。
おすすめクエストの方でもこの経験値のクエストっていうのは非常に多くの経験値が手に入ります。こんな風にしてレベルを上げていき、先ほどゲットした霊玉をブブブッと受け取りましょう。もう255まで溜まりました。さらにここでまたランク報酬、プレイヤーランク報酬でサクサクとゲットできますと。250枚溜まったんで、じゃあもう一回復かと。お、いいんじゃないの。僕はクインシーだ。フォローやランカルを助けることはできない。というわけでこのリセマル終わりですね。ウリュウが立ったんで。はい、今回の一番の大当たりのキャラである石田ウリュウをゲットしましたと。ロックに関しては必ずやっといた方がいいんですけれども、今のブレソルはですね、オプション全般のこれだ、星5のキャラクターを自動ロック、これをつけとくと、間違って打ったり合成したりすることがなくなるんでおすすめですね。まさかの終わりました。まさか、終わるとは思ってなかったんですけど、これでこのウリュウがゲットできましたと。これでリセマラ終了。簡単なリセマラ終了ですね。まあ、もし厳選してくなると、やっぱり無料の、ガチャで6周年アイゼン、もしくはアート1号、ここら辺ですね。をゲットするまで、これいつらプラス、ウリュウとか、そういった厳選、もしくは千年無料千年決戦ガチャで山地プラス、ウリュウゲットとか、そういったのがリセマラのゴールなのかなと思います。ただ、もうね、早くプレイした方が楽しいから、まあ、そんなに厳選しなくてもいいんじゃないのかなとも思ってしまいます。リセマラで燃え尽きることってよくよくあるじゃないですか。もうなんか、ゲダよし終わったわ、もうでももう満足したわ、みたいなこともあるんで、そうならないためにも、まあ、サクサク始めてしまってもいいんじゃないかなとも思います。リセマラのやり方ということを説明してたはずなのに、リセマラしなくてもいいんじゃねえかっていう結論に至るっていうね。まあ、早くプレイして、楽しさを知ってほしい。ブレソルの自分の好きなキャラを動かせる楽しさを知ってほしいです。はい。このようにですね、ブレソルの動画を毎日、毎日投稿して2600本を超えております。ドクターネッケスと申します。そして、初心者の方のために、そして初心者のためだけでなく中級者、上級者のためにもですね、ウィキを作っております。ブレソルウィキで検索すると一番上に出てくるウィキではございません。そこの、待って、ブレソルウィキ。そこが僕はあんまり気に食わなかったんで、ブレソルウィキで検索すると2番目に出てくるのが、僕の作っているブリーチブレイブソウルズ攻略ウィキとなっております。こちら、データベースにはですね、星4のキャラクターが全部どこで手に入るかが明記されております。なので持ってない星4が、あ、これどこで手に入るんだろうとかを、分かったりとか、まあ、ウィキに関しての説明はまた次回やろうと思うんですけれども、今後も更新頑張っていこうと思うんで、ぜひともご活用していただけると嬉しいです。そして何かご要望等があれば言っていただければ随時更新していきます。旋回門の情報もですね、高難度クエストがどういう敵が出てくるかとかも全部網羅しておりますんで、ご活用ください。今回はここまで。皆さんで楽しいブレソルライフを送っていきましょう。以上、ドクターネケスでした。お疲れ様でした。いつから錯覚していた？一個追加。名前の変更の仕方。左上タップして、ここですね。ここで1日1回名前が変えられますんで、リセマラを終えた時に自分の好きな名前を入れるといいと思います。ちなみにこの名前、同じ名前も、他と同じ名前もいけます。まあ、さっきのアとかも、イとかでも、何人以上とか、アイゼン、ソウスケ。ここでも同じキャラクター何人もいますっていうのが出てきます。はい。
ごめんなさい、以上です。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。